時は近づかない方がいいんだよな。どんなとばっちりが来るかわかんないもんね。うん、聞こえてるわよ、全部。えい、決めた。赤字対策でイベントをやるわ。あんたたち二人で芸をしなさい。芸？そう、お店のショータイムに二人で芸をするの。バズって映えてお客さんがいっぱい来るような。そんな無理だよ、のぞね。芸なんてやったことねえしよ。今ここで経費をかけずに話題性を埋める材料ってあんたたち以外ないでしょ。のぞねえは？おお、そうだよ、のぞねえも芸をやれよ。私はパス。昔メイド服着せられた黒歴史があるからもうやらない。いいじゃん、それで経費かけずにできるんだから。経費かかるわよ、いっぱい。人としての尊厳は高いのよ。俺たちの人としての尊厳は？黒歴史にならない芸をすればいいだけよ。ハードル高っ。じゃあどんな芸をやればいいの？そうね、例えば演劇は？演劇？しゅんちゃんとあきとでラブラブなドラマをやるの。不健全の視点受けそうなギリギリで、ある層には受けると思うのよ。いきなり黒歴史確定じゃねえかよ。そんなのミオに言い訳できないよ。ミオちゃんも好きだよ、喜ぶと思うよ。ミオちゃんに何教えてんだよ。ミオを汚さないで。もっとまともなアイデアはねえのかよ。そうね、それじゃあこういうのは、女装したしゅんちゃんとあきとでラブラブなドラマをやるの。やっぱり不健全な視点受けそうなギリギリで、ある層にはすっごく受けるわよ。黒歴史のグレード上がってるじゃねえか。きっとミオちゃんも好きだよ。ミオに変な性癖植え付けないで。だからさ、もっと健全な方向でないのかよ。変なことすると風営法に引っかかるよ。そうね、それじゃね、しゅんちゃんとあきとでラブラブな、そこから離れて。